い、皆さんこんにちは。ナヨナ番組のナヨンです。今回ですね、ディズニーのこのチュルチュルスクイーズを紹介したんですけれども、今日もディズニー系になります。今日は変身しません。はい、1個は水かな、水っぽいな、負けましょう。2個紹介します。今日はディズニー系のねスクイーズめっちゃ増えてっからね。今かわいい、しかも、ね、これ1個はね、あ、珍しくもないか、かわいい。あ、でもこれ前回のチュルチュルと種類一緒だ。うん、ちょっとこっちもそうかな、こっちもまあまあそうだ。はい、それでは紹介していきます。まずはこちら、デデデデン、まんまるスクイーズ、ディズニーまんまるスクイーズって書いてあります。開けてみましょう。あ、待って、このうち袋の触り心地好きなんだけど、これうち袋のまんまがいいんだけど、私これ袋のまんまでいいんだけど。あ、シール取れた、シール取っとこっか。じゃあもうシール取れやす。え、これ1個480円もするって。多分これ1個ね100円なかった。でもほら見て、後ろちゃんと480円って書いてある。1個これ全部ね800円だったんですよ。その円の1個480円で書いてあるんですけれども、これ1個100円で買いました。私問屋街で買ったんですけれども、全部コンプしようと思いまして。まあ、これ500円で買わないよな、みんな。問屋街本当におすすめ。これ触り心地がブルームの桃とか、待って、こういう、あのこういう感じ、何だろう、こう中に泡が入ってる系、これと同じ触り心地、ブルームの桃と同じ触り心地になってます。袋の中は触るの私好きなんだよね。開けたくないんで、ちょっと袋の上から触ります。プーさん、めっちゃいい、この袋の上から感すごくない？あ、待って、パキッつった。はい、あの、私ね、ちょっと今ね、このね、中に入れるのハマってんの。この中に入れたのを全部収納するから、これが。はい、次、ミニーちゃん、赤色、かわいいね。前回のチュルチュルは黒だったんですけれども、今回赤になってますね。続いて、リトルグリーメン。もうなんかね、リトルグリーンモンスターって言いそうになるんだよね。リトルグリーン、かわいいよね、もちもち。本当に本当まんじゅうみたい、後ろから見たらおまんじゅうだよね。これまんじゅうスクイーズみたいな、黒いおまんじゅうスクイーズになりますね。これがみんな大好きミッキーになります。スポンジ系じゃないからね、これは。うん、今日紹介する以外にもまだディズニーあるからね、楽しみにしてて。まあ、チップとデールの、チップかデールかわかんない。これも見分けついたらもうあれだよね、チップデールファンだよね。私も見分けがつかない、全然わかんない。もう双子ってわかんないよね、チップとデール、かわいい。続いて私の大好きな、これもね、全員が好きって言ったね、色が綺麗だよね、本当に。でもこれ多分触りすぎると、なんで袋の上からかっていうと、まあ、いろんな理由があるんですけれども、この袋がいい、私この袋が好き。開けたくない、なんか袋とかさ、そこら辺に落としとくとさ、捨てなきゃじゃん、ゴミじゃん。だから開けたくないんだ、開けません。いいね。次、これはドナルドになります。前回は彼女のデイジーがいたんですよ、彼女が。でも今回彼女いません。かわいい。匂いはもちろん臭いです。最後は、私も前回も分からなかった、このトイストーリーのなんかやつ、トイストーリー。はい、こんな感じになってます。次は水スクイーズになります。これはね、もう一つ一つ開けていかないとね、伝わんないからね。水スクイーズ、うちもいっぱいあるからな、びっくりするほどあります。まずプーさんです。プーさんはどれでもあんのかな、種類的に。うわ、落ち、うわ、もうこれもうピロッと剥がれそう、すごい。うわ、いいね、これ。私も髪の毛がくっつくくっつく、ほんとほら、新品だから超綺麗だからね、これ。ほら見て見て、あ、水スクイーズってやっぱいいね。はい、あ、つかめる水持ってるみたいな、こうやって持ったら、ブヤヤヤヤン、ブータンです。クマのプー、クマのプー、プーさん、クマのプーさん。はい、次、マリーちゃん。なんかすごくね、違和感があるの、これ。卵感すごいからさ、耳がないからかさ、すごい違和感があるんだけど、これちょっと違うよね、マリーちゃん。耳がないからさ、ちょっと違うよねっていうマリーちゃんになります。かわいいよね、卵型っていうのがまたかわいい。で、ディズニーに行ってもスクイーズは売ってませんでした。こういうスクイーズ売ってっかなとか思ったけど、ディズニーは売ってないです。ディズニーランドもディズニーシーも売ってませんでした、スクイーズは。はい、こんな感じ。ちょっとマリーちゃんっぽくないよね。なんか耳欲しいよね、こう耳ここ書いといてほしいけどさ、なんかね、卵の妖精みたい。はい、続いて、ミッキークラブハウス、ミッキーマウス。
開けます。これね、黒いのって机にバンって言うとすごいの。いくよ、わかるかな、すごさが分かってほしい。ほら、黒ってね、やっぱなんか白いところでやるとすごい。例えば黒いところで白いのバンってやるのと同じ。ほらすごいでしょ。ちょっと待ってよ、ほらほらすごいのよ。だから私は水系スクイーズは黒が好きですね。スクイーズ系が私黒好きかもしれない。はい、次ミッキーときたらミニーちゃんね。うん、なんだけど、こう手の生え方ちょっと違くないっていうツッコミができる。手がすごいとこから生えてますね。こうなってます、手立ってますね。かわいい、赤色だ。めっちゃ臭い。こんな感じになります。はい、次、はい、こちらのすごい鼻が透明になる、ちゃんと。ほら、おいや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 、はい、かわいいね。このほら見て、頭にこれがついてるから、やっぱ猫ちゃん感すごい出るじゃん。さっきのマリーちゃんはちょっとこれは猫っぽくぽいけど、なんかもうたまごにみたいな勢いなんだよこれ。はい、ありがとうございました。はい、次こちらのステッチ、ステッチも手がこうなってますね。手になってます、手になってますね。手がこうなってる。めっちゃ綺麗な動画見てるみたいでしょ。超綺麗でしょこういう動画。はい、インスタみたい。茶色いさね、水すくい、そうそう見ないよ、これ。あ、でもうんち、そっか。はい、ちょっと可愛くなってるよこれ。目潤ってない、すごく可愛い。リトルグリーンマウス、すごく可愛い。可愛いよね、これ。見て見て、ちゃんと見て、なんか宇宙マークみたいなついてる。私もほんとトゥモローランド大好きだから、ほんと大好き、イエス好き。踊るのスーキースーキー、みんなもスーキースーキー、踊るのスーキースーキー、みんなもスーキー。これはサリーさんですね。水色超綺麗、見て見て見て、超綺麗。なんかもうクラゲにしか見えなくなってきた。カツオのエボスさんじゃないの。はい、ビューティーさんだ。私こう思ったのが、水スクイーズってさ、やばいと思うんだよ。なんか下に引かないとだよね、絶対。はい、続いて、でででで、すっごい動いてる、これ。なんか怖いわ。はい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 。こちら。彼氏の方になりますね。かわいい。ぺったん卵感、すごい。はい、次。これ私もさっきも分かりましたね。もう3回連続、4回かな ?4 回連続ぐらい分かりません、これ。トイストーリーの、トイストーリーです。紫色って綺麗だね。ほんと綺麗。綺麗。最後は、ごめん、ちょっと紹介を順番間違えたんだけど、最後は、こちら、デイジーちゃん、これは。ドナルドの彼女。なります。今日はディズニー系をいっぱい紹介しました。多分明日のスクイーズ収納動画になります。これはもう溜まったからいっぱい。ぜひね、前回の動画見てないよって方はぜひ前回の動画見てください。めっちゃ怒ってくる。それではキャバイバイ。